将来に向けた準備まだ始めてないの？老後の資金とかなるかもしれない病気や介護、不安だらけで何から始めればいいんだろう。そんなあなたに堅実で柔軟な安心を。アフラックのツミタス。ツミタスは着実に増やせる資産形成と後から選べる保証が一つになった新しい保険なんです。例えば年金だけで足りるのかなっていう不安、大切な資産着実に増やしたいですよね。私の場合だと、おお、思ったより増える。将来受け取れる金額が決まってると安心だね。将来必要になる保証は今わからない。保証は後から選べるから、今じゃなくて将来自分に必要な保証を決めれば大丈夫。見通しのきかない未来だからこそ、大切な資産を着実に増やしてリスクに柔軟に備えられるって安心ですよね。ツミタスと一緒に踏み出してみませんか？そうですね、やっぱりダックとの共演が結構楽しくって、なんかここにダックがいるのといないのとでは自分のテンションが少し変わるんだなっていうのを実感して、ダックの存在の大きさに気づきました。ダックがいるとやっぱテンションが変わるんですか？すっごいワクワクするんですよね。楽しかったです。そう、スカーフが本当に似合ってて可愛くて、なんかこのスカーフをつけたダックが見どころになってると思います。どんなイメージ、やっぱり音楽が結構耳に残るので、その音楽のイメージとやっぱりこのアフラックダックのこう可愛らしさが強いイメージとしてありますね。その音楽っていうのは、CM、お金は大事だよの CM が、すごい大事にしてきました。やっぱり、なんでしょう、その働き始めたのが16歳ですごく早かったので、なんかやっぱりお金をちゃんと貯めていかなくちゃいけないっていうふうに思いましたし、どうやって使っていくのかっていうのすごい考えましたね。はい。そしたらなんかこう年齢重ねてっていうよりは若い頃から、そうですね、やっぱり働き始めてなんか頑張った分お金をいただくっていうことで考えるきっかけにはなりましたね。すごく考えてます。なんか それこそもう子供が生まれたので、子供のためにどうやって残していけるのかなとか、そういうことも考えますし、やっぱりちゃんと保険っていうのを見直さなくちゃいけないなとも思いますし、どうやってこれからまたこのツミタスみたいに増やしていくのか、資産形成というのをちゃんと向き合っていかなくちゃいけないなと思いますね。ありますね。なんか今はなんて言うんですかね、もともとはもう大人の人たちがやってるっていうイメージがあって、なんかすごく難しそうとか、ちょっとこう手の届かない、ような存在だったんですけど、こうやってツミタスとかができたことによって、あ、資産形成って若い時からしやすくなってきたんだなっていう、なんかもっと身近な存在になってきたなっていうふうになんか感じるので、積極的に、向き合っていきたいなと思います。あとは本当に自分に何が合うのかとか、なんかやっぱ怖い世界もあるから、本当に堅実さがちゃんとこう勉強した上で、感じれたらいいのかなというふうに思います。コツコツ続ける、そうですね、
なんかこの答えでいいのかわからないんですけど、お風呂にちゃんと入ることですかね。なんか子供ができるとなかなか一人の時間がこうできないっていうふうに言われてるし、やっぱりお風呂の時間よりも睡眠の時間を取りがちなんだけど、だけどゆっくりお風呂に入る、一人でゆっくり入るっていう時間がすごく、なんて言うんでしょう、精神バランスを整えることも含めて大事だなっていうのをすごい実感しているので、なんか疲れていてもなるべく湯船に浸かるっていうことは大事にしてます。していませんでした。 していなかったというより、今を生きるのに必死で、なんか想像するところにまでたどり着いてませんでした。はい、なんか当時も女優さんはこう続けようみたいな気持ちですか、それとも続くかどうかわからない、基本的に辞めるという、役者を辞めるというイメージはなくって、役を通してこういろんな人生経験をさせてもらったり、こう学ぶことがたくさんあるので、なんか自分の成長に仕事がすごいつながってるんですよね。だから興味が絶えることはないし、なんかこれからも、自分の成長のためにも考えるきっかけとしてお芝居続けていきたいなとは思ってます。はい、いや、優雅に海でも見ながらコーヒーを飲んでのんびりしてるんじゃないですかねそういう憧れみたいな。憧れですね。あとはなんか気持ちいい風景を見ながらジャズでも聴いてゆったり過ごしたいです今回のツミタスのスカーフを新しく、お迎えするためだけに今日入れます。そうなんですか。あ、じゃあこれをなんか一緒に撮るわけじゃないんですね。そうです。ありがとうございます。持って帰っても問題ないってことですか。かわいい、ありがとうございます。これは癒されますね。ありがとうございます。ありがとうございます。見通しの効かない未来、不安だらけだけど私は気にならない。行くわ。そのわけはアフラックのツミタス。はい、カット。はい、ありがとうございます。はい、よーい、スタート。私は気にならない。行くわ。そのわけはアフラックのスッチュありがとうございます。痛かったね、もう一回行きましょう。よーい、スタート。アフラックの積み足誕生。はい、カット。はい、回りました。よーい、スタート。堅実で柔軟な安心ならアフラック。はい、カット。はい、ありがとう。確認します。はい、よーい、スタート。はい、カット。はい、カット。よーい、スタート。はい、カット。確認します。まあ、違うでしょうね。ここの距離感が結構なかなか遠いんですか。お願いします。
身とかなるかもしれない病気や介護、不安だらけで何から始めればいいんだろう。カットです。ちょっと待って、分かんないから俺は怖くて途中で、よーい、スタート。そんなあなたに堅実で柔軟な安心を、アフラックのスミタス。カット、よーい、スタート。スミタスは着実に増やせる資産形成と後から選べる保証が一つになった、一つになった新しい保険なんです。例えば、はい、カット。ありがとうございます。じゃあ以上にて、これにて全て査定終了になります。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。すいません、ありがとうございます。いや、ありがとうございます。こちらこそありがとうございました。ありがとうございました。エイスイス。人生100年って言われても、老後資金っていくらあればいいの？年金だけじゃ足りない？介護とか認知症とか分かんないよ、将来なんて。見通しの利かない未来、不安だらけだけど私は気にならない。そのわけはアフラックのツミタス。着実に増やせる資産形成と将来後から選べる保証が一つになった保険、ツミタス誕生。堅実で柔軟な安心なら、アフラック。